はあの公式のツイッターとかインスタグラムで、質問を募集しておりました、うんうんうん、なのでちょっとそれにですね、うんまあ、今いくつか私の方でピックアップさせていただいて、うん、それにちょっとお答えいただくっていう、本当はねあの今 見ていただいた直後のだから僕も舞台挨拶は上映後の舞台挨拶の方が上映前より圧倒的に好きなんですけど、皆さんの生の声とか聞きたいんですけどね、今コロナでねちょっとあれなので、じゃそうしますか。そうですね、はい、ですね、じゃあちょっと私がまず気になった質問です。春を売る人の脚本は何をヒントにして生まれたのですか。ヒントというか、まあだから不を抱えた人が少し前を踏み出すという話を書きたくて、その時にこれとか置いちゃうよとか、まあいいか、あのまあ想像した方もいらっしゃるかもしれない、あの三重県に渡鹿野島という島がありまして、あの今はもう全然レジャーご家族で行けるような島なんですけど、かつて売春島と呼ばれていたという島があって、ただこれ全然取材も行ってないし、あのだから劇中では舞台でも映画でも渡鹿野島は関係ないです、あの和の字も出してません。ただ僕が書くことのきっかけになったのはその島の存在を知ったことはあります。でも本当にあくまで架空の島ですし、その取材して渡鹿野島の話を元にしているわけでもないので、あくまでその、まあ、インスピレーションとしてそういう島があるんだって聞いて、で、まあ、舞台はあの予算のない舞台でしたから、あのしかもちっちゃいシアタートプスっていうところでねやったんですけど、新宿 の場面転換とかできないんで、あの女郎部屋 の濃密 なんか女性の下着がなんか日の出かかっててとか、三面鏡がそれぞれ の化粧前にあってとかって、すごくギュッとした濃縮した空間で舞台作りたいなと思って描き始めたとかね、なんか参考にしてとか、まあ、もちろんそれ今まで見た作品でいろいろ参考にしてとかありますけど、特に何かを参考にしてこれを書いたということは特にないかな。もう13年前なんでね。まあそうですよね、うん、まあ、まあその舞台版からにも通ずるものがあったかもしれませんが、次の質問です。この映画で徳田だけが金髪ですが何か意味ありますか。これはね、もう大義にも金髪にして、あとドカジャンで来てって、これね、舞台で全く僕はそうなんですよ。それぐらいなの。でも、さっき言ったみたいに、その僕がもともと書いて自分でこの徳田やった時も、もうどうしようもないチンピラがやりたかったんですね、とにかくね。舞台でね、僕がね。でそれでまあ、あの演出の人と話して、金髪にして、ドカジャンっていう形でやったんですけど、そこはね、なんか映画も変えたくなかったんですよね。なんでだろう。もう分かんない。だから映画もそうして、大変金髪にしてもらいました。いや、本当にハマってたと思いますけどね。うん、監督のこう狙いというか。でも、まあ、生きがある感じが、やっぱり金髪とかじゃんって、すごくなんか僕は、分かりやすく、まあ、記号として、なんか受け取れる感じが、ね、しますね。次、ちょっと脚本についてですね。息が詰まるような徳田の告白の後、まさにクライマックス。ユウさんのとぼけたセリフを入れるのは賭けではなかったですか。なるほど、あ、それいい質問だね。これ実はですね、舞台ではないんですよ。舞台ではこれまあいいよね言っちゃってもね、これマスコミが入らないって言ってたからね、好き放題しゃべろうと思ったけどマスコミ入っちゃうからいいのこれ。なんかいやいや、いい頃合いだと思いますよ。何がいい頃合いなの。1週間経っていろんな情報が明るみになっても記事皆さんすごいいい感じ書いてくれると思うんですよ。そうです、皆さんプロですからね。舞台では殺人役の人が野口薫っていう女優なんですけど、鉄夫に、舞台では音が広さないって言うんですけど、鉄夫がもう出世の秘密を知って出刃包丁で自分の首を切ろうとするんですよ。でそれを殺人があんなに弱かった殺人がバーンって鉄夫を吹き飛ばして、何がうつぼじゃ、何が何とかじゃ、チンポコマンコに突っ込むのにうつろもクソもあるかい、鉄夫がわー泣いて安定だったんですよ。でこれはこれですごい好きだったんですけど、まあその鉄夫が発作的とはいえ死ぬとこまで行くことの説得力とか、まあいろいろ考えていく中で映画ではちょっと変えようということになって、だからユウはあのシーン出てきてないんです舞台では。でそれをかでもおっしゃる通りもちろん賭けで、ただ僕はなんていうか、これいろんなところで言ってますけども、よく言われるのは二郎さんのパブリックイメージ違うと、コメディで明るい99人の壁とかそういうイメージがあるのに、なんでこんな真逆のやつを
作ったんだっていうことはよく聞かれるんですけど、僕としてはもう全然なんか特別なことをしたわけではなく、よく言うんですけど、仏と同じように一生懸命やりたいことをやったという。で、コミカルとシリアスというのを分けるのもナンセンスだと実は思っていて、同じ地平にあると、笑ってたらいつの間にか涙が漏れてるわとか、そういう瞬間にすごいおかしみっていうか面白さを感じるんで、なんかそのあれをぶち込んだというよりは僕の中ではなんか全然成立してるんですけど、確かにでも狙いとして僕らしい表現だなと思ったのも事実だし、思いついた時には軽くガッツポーズだったし、よく覚えてるけれども神の舌を持つ男の1話の空き時間であれを思いついたんですよ。そうなんですね。ほんでもうおさもよく知ってますよ、空き時間をずっとこもってなんか書いてたの。で、まあ、おさも出てくれて、これいつ書いたんですかちょっと、あの時だよ、あの時書いてたやつがこれですかってなったんですけど、今でもよく覚えてます。今おっしゃったクライマックスの、まあ、皆さんご覧いただいたからあれだけど、いつの間にか立っている優が、クライマックスのあの後、話す一年を思いついた瞬間もよく覚えてるし、ハハハを思いついた瞬間も覚えてるし、ハハハも舞台ではないんですよ。それで、実は舞台ではクライマックスの後、三兄弟は誰も出てこないんです。で、舞台では実は伊吹が依存してるのは酒じゃなくて薬で、ただこの薬でまあキャスティングが難航するわけ。もうどの事務所も本はいいけど出しません、うちの女優は薬だからっていうんで酒に変えたわけですけど、舞台ではクライマックスの後三兄弟は一切出てこなくて、峰のセリフで、鉄道さんも徳田も、伊吹のベッドから寄り添って抜け殻のようになってベッドから離れへんわっていう峰のセリフがあったわけなんだけど、さっき言った長森さんがどうしても主役である徳田と、そして伊吹のクライマックスの後を見たいっていうんで、で、長森さんからのオーダーはよく覚えてるけど、なんかヒロさん、徳田と伊吹の良さげなシーン作ってっていうだけで、そうかと思って、これも覚えてる、喫茶店で、千歳から千葉のその時住んでた、この歯の下りを思いついて、それで足したんです、回想。お母さんが声出して笑え、無理でも笑え、試しに笑えって言ったことがあって、それを屋上で思い出して、虫歯からずっと歯とかやってるあれと結びつけたかっていうシーンを思いついた時は、皆さんどう感じたか分かんないけど、俺はもう心の中でガッツポーズ、よっしゃこれだと思って、それでもうすぐ前の回想、お母さんが幼い徳田と勇気に笑えっていうところを足して、それで徳田と伊吹のクライマックスのシーンを足したんですね。だから舞台ではないんですよ。いやもう私もすごい、ここまで行ったの初めて。そうですね、さすが地元に来て、バッテです、これ大丈夫今、ネタバレなんで大丈夫、まあそこら辺プロなので君さっきから本当に他力本願だけど、大丈夫ですか、どちらですか、中日新聞ですか違いますか、まあまあいいです、はい、まあもちろんうまく書いてくださるだろうと、はい、まあでも今そんな大きなネタバレじゃないもんね。そうですね、はい。